の成長が低くなっていく中で、成長力を確保してね、維持するためにもやっぱり非常に、ね、大変重要な要素ですよ。なぜかって言ったら、金融とか財政によってね、成長戦略をやってるのもう限界が出てるのはもう目に見えてるから。まあ、ある意味でカラスは白いって言ってきたわけ。カラスは白いよ。それによって、その人たちも消費するし、年金も払ってもらえるし、その人たちも消費してくれる。年金も払ってもらえるし、日本が良ければ、またどん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 ね、仲間を呼んでくれるし。だから金の卵を産むにはね、人たちをさ、なんでね、邪念にするんだと。もうここで外国人材をしっかりとね、正面から入れない限り、ね、日本はもうこれから本当にお日様に西陣になっちゃうと。お日様に西陣になってね、どん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 成長が、ね、もう限りが見えてきちゃうと。これを加速してしまうと。もう今ある意味で最後のチャンスだと。そう思ってます。ありがとうございました。はい。